皆さんどうも、まきゅうです。今回はね、ぷにぷにの運営さんから、初のね、試みってことで、ユーザーアンケートのお知らせっていうのが来て、ツイッターの方でかな。これね、みんなのアンケートをもとに、今後のさ、なんか展開を参考にね、していくよっていうね、アンケートで。だからね、絶対にみんなやってほしくて。で、しかもさ、これをね、リツイート、拡散ね、みんなアンケートしてもらうために、するだけで、抽選でね、5名様に好きな妖怪ペンをプレゼントしちゃうってことで、これさ、確かニャンボキャラとかは、コラボは無理だけど、ニャンボ選べるはずだから、紅白エルゼとかね、そこら辺もさらに選べちゃうんで、ぜひね、アンケートとリツイートやっていこうってことで、でせっかくならね、自分はこの動画でね、ちょっとアンケートやっていこうかなと。はい、まず妖怪とぷにぷにユーザーアンケートで、今後の展開を参考にさせていただくため。でさ、これ気をつけてほしいのが、期限が決まってて、9月23のね、23時59分までってことで、ここまでにね、絶対やっておこうって感じかな。で、複数回ご回答いただいた場合は、キャンペーンの対象外とかいろいろあったりするんで、この辺ね、しっかり見ておこうって感じかな。うん。あ、そうだね、コラボキャラ、レベル 5ID 特典キャラ除きますとかね。なんだろう、エメラルドニャンとかかな、そこら辺かな。じゃあまず性別、なんでこれ性別関係あるのかわかんないけど、ちょっとなんでなんだろうね。まあいいや、とりあえず次いきますわ。あなたのご年齢をお選びください。自分今ね17なんで、15から19ですね。で、妖怪一ぷにぷにでコラボしてほしい作品、これ正直新規が多分ねいいと思うんだけど、俺はもうがめつくモンストにしますわ。やっぱモンスト昔来た時にめっちゃ良かったんで、新規コラボを多分これはね入力した方が多分いいと思う。あと2つ目あるわ。何個コラボ入力、いやこれは前天才来ておって、なんかブルーロック結構いいらしいから、ちょっと俺はねブルーロックねしときますわ、2つ目ね。あんまりわかんないけどね。で3つ目、いや3つ目ちょっとむずいけど、どうしよっかな。全部これ3つ入力推薦いいのかな。複数、あ、ない場合は記入いただかずで大丈夫って書いてあるわ。いや、どうしようかな。俺、正直もうないかな。じゃあ次行こうかな。ユーザー名、あ、ユーザー名書いてくださいってことね。アットマークから始まる。アットの言った半角読んでごめん。あ、だから、アットはいらないよってことだって。だから、普通に自分はこの ID なんで入力して、次、キャラクターコードが必要らしいから、自分のキャラクターコードね、みんな見ればわかると思うんで、これで入力しておきます。OK です。こんな感じかな、自分はね。はい。なので、めっちゃ簡単ですね。Twitter のユーザー名、自分のフレコを、で、自分はモンストとね、ブルーロックと、コラボしてくれたらいいかな、ってことで、これでいいかな。あ、待って、正式名称で、ご入力ください、書いてあるわ。待って、正式名称わかるかな、俺。モンスターストライクだよね、これね。今更気づいたわ。ブルーロックはちょっとこれ正式名称なんかわかんないけど、もうこれでいいっしょ。上さんもわかってくれるでしょう。ってことで、じゃあこれでいきますね。送信と。はい、OK です。自分はね、アンケート終わりました。ってことで、こんな感じで本当にね、めっちゃ一瞬でね、終わるんで、コラボね、してほしい作品とか書いて、あと年齢とかその辺やればいいだけなんで、フレコとかね、ぜひね、みんな、来てほしいコラボとかね、よければ、これでアンケートね、答えたら。で、みんな何に答えたよとかね、何のコラボ来てほしいとか、コメント欄で教えてくればいいかと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。